くるっぽ。変態プリズム。はい、どうもいいんです。というわけで今回はクルッポーさんより変態プリズム体験版やっていきたいと思います。まあ久しぶりの新作ということでね、前作の抜き足しでは、笑かされ泣かされましたね、すごく、うん、めっちゃいいゲームでしたかね。今回はちょっとダークな感じなんですかね、気になるとこですけれども、早速やっていきたいと思います。逃げてるか。始まり方やっぱこういう感じか。前作は開幕ディルドだったから、バイブか、うん、どっちでもええわ。でんでん太鼓、柊木一郎。犯人は1名、繁華街の B1 地区を抜けて逃走中、直ちに現場へ急行されたし。いたぞ、こっちだ。あ、A 一郎かな。あー、この子があれか、タイトル画面の坊主の子かな。うん、警察に追われてる感じかな。周一郎、おい、こいつ武器を持ってるぞ。周一郎か。手錠をつけて押さえつけろ。こいつが。0時12分公然わいせつ罪及び暴行罪で現行犯逮捕だ。お前がやったんだろう。うわ、いきなり、なんだろう、なんで逃げてたんだろうね。23時11分矢作桜学園近くで男性器を露出し、犬の散歩をしていた女性に見せつけた。その5分後には仕事帰りのサラリーマンにも一物を見せつけた。そのまま繁華街に逃走。逃走中も男性器をさらけ出しながら通行人に見えるように大声を上げる。加えて鈍器のようなもので捕捉しようとした警官を殴打した。当然わいせつ罪に公務執行妨害だ。完全に証拠が揃ってんだよ。見せびらかしてたのか。一丁前に黙秘喧嘩よ、クソガキは。こいつ以前にも逮捕歴があるから半端な知識があるんでしょうね。露出させたことによる現行犯逮捕歴が7回、うち5回が不起訴処分。起訴されたのが2回。大した経歴の変態さんだな、坊主。あ、優しいと思っていた。下半身丸出しのくせに弁護士もクソもあるか。なんかありそうだけどね。クリスマスの夜です。私が犬のペスを散歩させていたら、物陰からいきなり全裸の男が目の前に現れて。それは服を着ていた状態ですか。いえ、最初から全裸でした。つまりあなたの前でおもむろに下半身を丸出しにしたわけではないということですね。はい。その際被告人は何と言いましたか。可愛い犬ですね、名前は何と言うんですかと。あなたは何と答えましたか。ペスって言うんですと。すると彼は。こっちはペスですって。一物を指さして言ったんですね。はい。そして彼は。かわいいでしょうと。ありがとうございます、恵美子さん。被害者からの証言は以上です、裁判長。以上のことから被告人が最初から露出を目的としており、それによって性的快楽を得ていたことは明確な事実です。また被害者との会話も成立した。これはつまり錯乱状態ではなかったことを表していると思われます。それでは弁護側、意見はありますか。君、正気かい。そんなことを言ったら裁判には負けてしまうよ。
今回の求刑年数はおかしいんだ。罪刑法定主義に反してる。なんとか減刑しないと司法が崩壊する。そのためにもう少し反省しているという様子をだね。自分はやってないっていうことを主張したのかな。なんか作為的なものを感じるな。自己表現。嘘をつくな。どうせ変態だろ。静粛に。てめえ自己弁護なんてしてんだってな。一体どんな無能な弁護士がついてたんだ。誰も理解できない。どういうことだ。快楽を得る。自己表現。強靭のふりをして刑期を短くしようとするな。被害者女性がかわいそうだと思わないのか。露出狂いの丸出し男。静粛に。これより判決を言い渡す。厳しそうか。主文、検察側の公然猥褻罪及び公務執行妨害を認め。じゅーちゃん。被告人を懲役10年に処する。お姉ちゃんだったのかな、やっぱ。もうダメだ、おしまいだ。ベジータじゃねえかよ。こういうとこはさすがだな。もう悪いことしないから、ママ。ああ、送られるのか。なあ、でもなんか10年か、重すぎるよな。なんか確かに暗い感じですね、今作は。ツッコミとかもないしな。さあ着いたぞ、降りろ変態ども。モブ。ここからが本当の地獄だぞ、ベジータ。かっこいいな、演出がかっこいい。BGM があのクロックアップさん系だな、なんか、不気味なっつうか。何そんなにビビってるんだ。俺にはその方がわかんねえよ。フランコ。俺はいろんな刑務所に入ったぜ。過酷な環境の網走に一番辛いって府中にも言った。どれも大したことはなかった。俺たちはな、基本的人権ってもんに守られてるんだよ。地獄のプリズンだと。はっ、チューリップだかラベンダーだか知らないが、大したことはねえよ。網走はかなり厳しいらしいですからね。地獄の孤島、チューリッププリズンにようこそ。忌まわしき変態懲役ども。変態懲役。今日からお前たち性犯罪者どもの面倒を見ることになった。強制処遇部、処遇部門、首席強制処遇官、わいせつ房監視長のソフィーア・シコレンコだ。私の仕事はゴミどもをこのわいせつ房で清く正しく美しく、ママの言いつけ通りにミルクを飲んで、21時にはベッドに入るいい子ちゃんにすることだ。副会長的な感じか。ああ、シコレンコ。いいな。
シコルスキーの逆みたいな。だいぶ好きこの人。お前たちがちゃんとママの言う通りにしている限りは、我々刑務官が面倒を見てやる。通常お前らのようなドブ以下の性犯罪者は刑務所でいじめられるものだ。犯罪者の中でも下の下だとな。しかしこのプリズンの囚人は全て等しくウジ虫だ。つまりは性犯罪者のみしか存在しないということだ。つまりはそんなクズしかいないのであれば、醜い争いが起こらぬよう監視するのが自分たちの仕事である。よかったな、ソフィーア監視長のおかげで外の世界とは違っていじめられないのだな、このゲスどもが。シコシコ連呼だって。おい誰だ、今つまらん軽口を叩いたのはどこのどいつだ。貴様か陰謀頭、全裸マンとかって。は、自分であります。お前か、どういうつもりだ。いいえね、てっきりこちらの趣味に合わせてくださったのかと。お前は確かジョージの座ったブランコを1000個以上盗んだやつだったな。二つ名はそう、ブランコすりの金さん。自分もシコレンコ監視長にシコシコレンコされながら手こきしてほしいであります。ふん、こいつあの島の出身だな。舐めた口を叩いたのはこの睾丸か。口、北の口か。いやー、金玉はダメ。どうした、あいつくだったりなんかして地球に発情でもしたか。いきなりいるなんて。それは失礼した。二つ名が二つ名なものでな、てっきり金玉が喋ってるのかと思った。なんだその顔は、暴力はいけないか。そうだ、俺たちにだって受刑者にだって人権はあるんだぞ。日本国憲法を知らねえのかよ。そうだな、誰にだって人権はある。貴様らが人間であればだ。はあ、日本には様々な刑務所を要する8つの強制管区が存在する。札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡。世話になったことがあるやつもいるだろう。だが8つの強制管区に属さない9つ目の監獄が存在する。それがここだ。ここは各強制管区では強制できないと判断された HQ、 つまり性犯罪者のみを収監する牢獄だ。つまり貴様らは変態的飛行を繰り返し、各刑務所では真人間になれず世間より更生不能と判断されたクズ中のクズなのだ。そんなようなゴミに人権はない。そうは思わないか。俺たちは人間だ。人間がジョジのブランコを盗むか。貴様は、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 いくら刑務所だってこんなこと許されるはずが。普通の刑務所であればそうだろう。だがいいか、ここが刑務所だという認識は今すぐ改める。お前たちがいるのはプリズン。同じ意味じゃ。まだ監視長が喋ってるでしょうが。ここは外部から一切遮断され、更生不能の受刑者に対して超法規的な措置が許可されている。つまりお前たちには人権など存在しない。これまでどう過ごしてきたかは知らんが、三つ壺のごとき甘い考えは今すぐ捨てるように。三つ壺、それをやめろと言ってるんだ。うわー、おい、お前たちのようなクズがなぜここで HQ と呼ばれているかわかるか。変態だから。HQ の H は変態の H だ。なぜ人権がなくなるか。それは変態だから。お前たちは変態であり、当の昔に人間ではない。貴様
間たちが一般の刑務所ですら押さえつけられない人知を超えたクズの性犯罪者である以上、それを閉じ込める檻が必要である。故にここは刑務所ではなくプリズンと呼ばれるのだ。嘘だろ、そんなの。悲しくてメソメソしちゃいそうか。だがエンディングまで泣くんじゃないぞ。ここで普通の人間のような行為は許されない。貴様らは自分の意思で泣くことも笑うことも主演することも、女児の座ったブランコを1000個以上盗むことも何もできない。訴えてやる。こんなことしていいわけねえだろうが、公務員の分際で。ほう、面白い。やってみろ。どうやってだ。弁護士に言って、仲間に手紙を書いて世間に暴露してやる。刑務官は憲法違反だ。さぞ燃えるだろうぜ。我ら刑務官は24時間貴様らを監視している。独房でも便所でも刑務作業場でもどこでもだ。プライバシーなどあると思うな。面会というのもまあ難しいだろうな。なんで。さあ、だがお前の知り合いを乗せた定期便がなぜかその時だけ故障してしまうこともあるだろう。密告の手紙を書いたところでたまたま封が開いて中身が見えてしまうことがあるかもしれない。それが何かの手違いでゴミ箱に入っても誰も気づかない。違うか。ならここから出たらだ。それならもう関係ねえだろうからな。その時を楽しみに。そうか、それは困ったな。自分たちには手も足も出ませんが、気づいたら解決しているかもしれませんね。ああ、私たちを困らせる人間がいた時はなぜかどこかの誰かが勝手に助けてくれるのだからな。私にも詳しくは分からないが、なあ、沖に上がる死体は見分けなんてつかないらしいぞ。言葉が出ねえ。おふざけがない。もしか。私たちは貴様らを甘やかすために存在しているわけではない。この地獄で生きていきたいのなら、看守がクソをしろと言ったらクソをし、オナキンをしろと言ったらオナキンをしろ。全てはお願いじゃない、命令だ。分かったらついてこい。列を乱すな。これからプリズンで生活していく上で、貴様らにはここにふさわしく清廉な格好になってもらう。チューリッププリズンは蓄発が許されている。どうしようともお前たちの自由だ。ただし天パのものは別だ。自分の髪をチゲと思い込み目立る変態が過去存在したためだ。そして刑務官は散髪を推奨することができる。わかるか。そこの芋じみた頭の貴様、その汚らしい髪を剃り落とすことを強く推奨してやる。風通しが良くなればその鈍い頭も少しはマシになるだろう。はあ、何頭を撫でている。丸くなった頭から睾丸を連想しているのか。変態というやつは手がつけられないな。頭を丸めた者は早く来い。男はこっちだ、女はあっちだ。どっちでもないやつはそっちだ。駆け足。どっちでもないやつか。それではただいまより持ち物検査を行う。全員速やかに服を脱ぎ前の足元に置け。なんか出るかな。監視長の言うことが聞けないか、貴様らは。ああ、まあそりゃそうだよな。あの、パンツも…ママはパンツが服じゃないと教えてくれたのか。いえ、そうじゃなくて。貴様は1000件以上の下着を盗んだ変態泥棒だったな。そうか、パンツを食べ物だと思っているわけか。いいか、ウジ虫、ここではパンツは衣服だ。速やかに脱げ。ケツの穴かな。よろしい、
それでは足を肩幅に開き、ケツを後ろに突き出せ。バイタのようにグッとだ。そうだ。直腸の中に禁止物を持ち込むのはよくある方法だ。その検査を行っているのだから、腰を引っ込めるな。これはまあ効きますよね。うん。目覚めそうですね、何かに。やめてくれ。直立不動だと言っているだろう。ケツを振るんじゃない。開発。ああ、お前なかなかどうに言ってるな。おお。検査が終わったものは順次出口に進め。速やかに。強い。ああ、そういう感じなんだ。全裸に謎の白い粉をぶっかけられたからと異常な反応を見せるな。早くシャワーまで進め。うん。消毒が終わったものは自分の囚人番号が書かれた服を受け取れ。チンタラするな。ちなみにチンタラというのはダラダラという意味で、決してペースを垂らすという意味ではない。わかるか。何でもいいように捉えるなよ。これが今からお前たちのおべべになる囚人服だ。食事の時も寝る時も常にそれを身につけてもらう。おお。ああ、惜しい。あと1個だったか。なんか宇宙服みたいですね。そうでもないか。うん。ラバースーツみたいで着ただけで絶頂してしまいそうか。お前たち変態の考えることなどこちらは。今何をしようとした？おい、行ってみろ！文字を直そうと。監視を置かずに一物のポジションを直す行為に快感を覚える。どしがたい変態だ、貴様は。いや、この服、ここが窮屈だから。プリズン内での G 行為は絶対禁止であり、陰部摩擦罪と呼ばれる重大な遵守事項違反だ。少しでも変態行為であるとみなせば、私たち監視は貴様らを罰する権利を持っている。から今後一度でも性的なことをしてみろ。二度と主因ができないよう手首から先をテコの原理で吹っ飛ばしてやるからな。はい。気になるのよ、男ってのは。収まりが悪いとね。いやー、すごいな。これでプリズンが特殊な監獄だということが少しは身に染みて分かっただろう。あー、特別。気になるんだって男は。やはりお前たちはその少年を叩き直す必要があるようだ。来い。グラウンドか。2列。これから貴様たちは基本的に整列して行進することになる。食事に向かうのも仕事に行くのもトイレに行くのも小学生の子供みたいに先生に言われた通り歩け。それでは変態進め。変態、まあでもそうか、変な意味ではなく。シコレンコ監視長、やる気が感じられない。もう一度。全員元の位置に戻れ。変態再度進め。そこの貴様、足が揃っていなかったぞ。もう一度。腕の振りが小さい。もう一度。終わらせる気があるのか。もう一度だ。足の上がりがいまいち。最初から。実際こういう行進の訓練とかね、かなり厳しいですからね。
お前らは変態という自覚があまりに低すぎる。だから進めと言われてもまともに従うことができないんだ。もう一度。うん。こんな雪ん中ね。それでは次にプリズン名物天付き体操に移る。腕を小さく畳み、その場に前傾にならないようゆっくりとしゃがみ込む。そして両手を上げながら、よいしょ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 。何をポケットしている、変態懲役ども。監視長にだけこんなバカみたいなことをさせるつもりか。それとも手取り足取り教えてもらわないとできないのか。取ってほしいならその一物を切り落としてやってもいいんだぞ。よいしょよいしょよいしょ。声が小さい。よいしょってよいしょ。これな、実際きつそうだよな。俺はブランコを取り外すのは得意でも運動は苦手なんだ。あ、やられそう。こんな、俺はただ次々に制服を着たお尻を手の手で触るのが好きだったから。19万回はやばいね。さすがにか。そこの貴様、何を突っ立っている。休むことは許されないぞ。さっさと。自分は何を突っ立ってると言ったんだ。何を追っ立てるとは言ってないぞ。油断も隙もない変態ども。そうやって恣意的に言葉をねじ曲げ、息を荒げ、興奮する。これから変態はどうしがたい。早く続きをしろ。よいしょ。うわ、すごく体に悪そう。この程度で。おい、舌を噛み切らないよう何か加えさせておけ。おい、何か加えさせろ。何ではないぞ、タオルなどだ。うん、まあじいちゃんにはきついよな。よし、これで天付き体操のやり方は分かっただろう。それでは最初の更新から通して行う。少しでも乱れる者がいれば初めからだ。いやー、初日からすごいな。こんなものはただの挨拶代わりだ。整列して進め。今教わった通りにだ。それとも今の訓練をもう一度やり直すか。変態進め。